ご機嫌いかがですか。四季島会の皆さんありがとうございます。靴沢さんありがとうございます。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。長谷川隆であります。本日は後期2677年、後期2677年、昭和平成29年5月6日土曜日であります。四季島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ万葉集に収められた和歌であります。この連休中にふるさとに帰った方も多くおられるでしょう。またこの連休を生かしてこの池袋においでになった方、通りすがりの方も多いでしょう。子供のいない人はおります。しかし親のない人はいません。そしておじいちゃんおばあちゃんのない人もいません。残念ながら親の顔を見ることのできなかった方もおられるでしょう。その昔神代から子子孫々と続いて今日のこの今のあなたがあるのです。また私があるのです。私たち日本の国体は2000年からなる長い歴史と伝統文化に基づいております。これも言論の自由があってこその国家であります。聖徳太子の17条憲法には和をもって尊しとなしとあります。私たち日本の国は言論の自由があります。すぐ隣の半島や大陸の方々には大きな制限を受けております。おじいちゃんおばあちゃん、戦争は反対です。戦争は断固反対であります。残念ながらこの度朝鮮戦争は既に再開されております。今日
この戦争再開に至ったのはかの半島と大陸にその国家に今日の国家に言論の自由がないからであります。この朝鮮半島の混乱と紛争はやがて近いほんの数年のうちに大陸にも波及するでしょう。そしてかつて共産主義国家の代表であったソビエト連邦は崩壊いたしました。これも共産主義という言論の自由のない国家が破壊、自ら破壊したのであります。大陸においても共産主義国家としてこのまま維持することは不可能でしょう。来日中の中国の方々、朝鮮半島から来られている方々、この日本国の言論の自由を味わってください。かつて私も二十数年前ですが、ソウルで仕事で1年間ほどお世話になりました。その都度彼らともよく議論いたしました。長谷川君、君もここに1年住んだら分かるよと言われました。やはり私も1年経ちましたらね、分かりました。でもねと私がおっしゃった時、彼らは必ず私にこう言いました。あなたは日本に帰るから言えるんだと。どうか皆さん、中国から来られている方、韓国から来られている方、日本の自由を、言論の自由を味わってください。皆さん、ここで立ち会いの演説をしませんか？土立ちをしませんか？ものの考え方には左も右もいろいろあるでしょう。その中で議論し合い、多数決で決めて、決めたことはそれに従って行動しましょう。言論の負で今日我が日本国でも残念ながらどこやらから来たかわからない国会議員の方も言論の自由の負であり、その場所で審議を拒否している大バカ者もおります。これも言論の自由の中の一つなのかもしれません。皆さん、私たち日本の言論の自由を守りましょう。断固として守ろうではありませんか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。福沢さん、ありがとうございます。ご通行中の皆さん、スマートフォンでも結構ですので、敷島会の YouTube でもう一度見てやってください。よろしくお願いします。
ご機嫌いかがですか。四季島会の皆さん、ご苦労様です。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。長谷川隆です。四季島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。本日は後期2677年であります。平成29年5月6日土曜日であります。おじいちゃん、お父さん、お子さんが学校でいじめに遭っていませんか。お母さん、お父さん、学校でお子さんがいじめをしていませんか。子供へのしつけ、道徳教育はお父さんの責任です。学校の責任ではありません。学校の先生の責任でもありません。いじめはする方もされる方もお父さんの責任です。しっかりお父さんはお子さんにしつけ道徳教育をきちっとしてください。道徳教育を政府が、国家がするようになったときは国家は滅びます。道徳しつけはお父さんがしっかり教えてやってください。我が日本国は言論の自由があります。左派の人、右派の人、それぞれの意見があって結構でしょう。しっかりした考えを持ってお子さんにしつけ、道徳教育をしてください。この際嘘はダメです。我が日本国の近くには半島と大陸があります。ここの国家は自らの国民に嘘の教育をしています。それが今日の半島の紛争のもととなっております。我が国においても決して道徳教育を国家に渡してはなりません。お父さんが、おじいちゃんがしっかりお子さんに道徳教育をしてください。四季島会の皆さん、ご苦労様です。四季島会の皆さん、ありがとうございます。